はい、皆さんこんにちは、レレイです。今日は写真家の新書 DM を着てラング戦に行ってきた時の試合を振り返ってみていきたいと思います。はい、皆さん大変長らくお待たせいたしました。ジョゼフの新衣装の動画になるんですが、皆さんこちらの DM 衣装もう手に入れましたか？この衣装は第五人格の3周年記念の限定ボックスに同封されている衣装になるんですけれど、まあ、この衣装がね本当に豪華すぎると、まあ、マジでかっこいいんで、もう早くこの衣装の良さを全人類にお届けしないといけないなというところで、まあ、現在動画を撮らせていただいてるんですが、まあちょっとこの衣装はね、まあ話したいことが多すぎるんで、まあ今までと同じく、またしてもね、喋り続ける動画になってしまうかなとは思うんですけれど、よろしくお願いいたしますというところで、はい、まあそうですね、どっから話そうかな。まあまずジョゼフの新衣装を語る上で、どうしてもね、避けては通れない点っていうのが一箇所あるんで、まあそこから言及していくんですけれど、まあ皆さんご存知の通り、顔の良さですよね。はい、もうそのジョゼフの衣装っていうのは、まあ着る衣装によって若干お顔が変わるっていうね仕様があるんですけれど、まあ、今回の DM 衣装もしっかり DM 限定のお顔になっていまして、まあそれがかっこよすぎると、はい、もう本当にね目に優しくて、ぜひ皆さんにも見てほしいところではあるんですけれど、まず現実世界にいるときは、まあ、目の色がね赤色になっていて、まあこの赤色のね目のジョゼフがまたしても似合いすぎてかっこいいと。はい、まあ現実世界にいるときっていうのは基本的に黒と白のね、色がベースになっているんですが、まあそこにプラス赤色の目が加わるというところで、まあ、この赤がねアクセントになってマジでかっこいいと。はい、でしかもなんとこの衣装、表から裏に入ると目の色が赤から青に変わりまして、裏の世界だと青色の目を楽しむことができると、一度でね二度楽しむことができる、豪華仕様になっていまして、まあ本当にねかっこいいと。はい、そしてこの顔の良さだけにとどまらず、まあなんとこの髪型もね DM 限定の、仕様になっていまして、まあこの髪型がかっこよすぎると。はい、まあジョゼフっていうのは基本的に顔がいいので、まあどういった髪型にしても似合ってしまうっていうのはもちろんあるんですけれど、まあでもちょっとそれにしてもね、この髪型はかっこよすぎて、もはや罪深いの領域に達していると。はい。で、そしてこのね、見てほしいんですが、この髪型のね、ツヤですよね。はい、もうこのツヤたるや、一体どのシャンプーを使っているのか本当に教えてほしい。僕も同じシャンプーを使いたい。もうマジでかっこいいと。もう髪がおしゃれで、綺麗で、素晴らしいの一言につきますね、本当に。はい、でしかもこの DM 衣装ね、顔がいい髪がいいと言って、まあ、服もかっこいいと、まあ、超豪華な、ね、服を着ているんですけれど、まあ、これもちょっと見ていきますか。はい、おそらくこれは黒のロングコートを着ているのではないかと思われるんですけれど、まあ、これがまたとっても似合っていると。まあ、基本的にジョゼフって顔がいいんで、どういう服装にしてても似合ってしまうっていうのはもちろんあるんですけれど、まあでも今回の服装も本当にかっこよくて、まあ、やっぱりあとジョゼフって黒色似合いますよね、基本的に。うん、今回はまあ衣装全体的に黒色ベースの配色になっていて、まあ髪とかも黒だし、まあ一部白とかのねアクセントがあるんですけれど、まあ全体的に黒寄りの配色になってて、まあ個人的にはもうかなりかっこいい、似合ってるなって思うんで、まあ本当にねこの衣装おすすめになっておりますというところで、そしてね、写真世界に入った時の色が、まあ黒をベースではあるんですけれど、こう若干ね、なんていうか、まあ色が若干変わるんですよね、これも。まあ表と裏でね、二度衣装の良さが楽しめるというところで、まあ今写真を撮ったんで、まあ裏に入ってくれればね、それが見られるかと思うんですけれど、ちょっと今しばらくはね、現実世界で戦ってるんで、まあこの現実世界の方を見ていきましょうか。はい、でここで、裏に入ったんで、まあ、裏の衣装を見ていくというところで、まあほらこんな感じでね黒なんですけど、まあ、若干こう色味が変わっていて、まあ、こっちの、写真世界にいる時の衣装も、まあ、めちゃくちゃおしゃれでかっこいいと。でそしてこのねリボンがね赤色になってて、まあ、これがまた一つアクセントになっているというところで、でしかもねさりげなくこう手にはね指輪がついていたりとか、まあ、アクセサリーも豪華ですよね、非常に。そしてね今回は、なんと手袋が片手仕様ということで、まあ、全国のね
ジョゼフの手を見たい人へもしっかりと配慮の行き届いた、この衣装になっているというところで、まあ、手袋をつけたジョゼフも見られるし、しっかりジョゼフのね、手も見ることができるというところで、まあ、もう細部までこだわり尽くされて計算し尽くされた完璧な衣装といっても、まあ、過言ではない領域に達している、本当に素晴らしいね衣装なんですけれど、まあもうあとねこれカメラがねまたね仕様が変わっていて、いつもだったら普通のカメラが置いてあるんですけれど、この DM 衣装になるとカメラがね、なんて言ったらいいんだろう、なんかもう女神の石像みたいな、もう本当にそのどっかの王国の宮殿とかにある、まあ、石像がそのままカメラになったみたいな、勢いのねめちゃくちゃ豪華なねカメラが置いてあるんで、まあ、それとかもねぜひ見てほしいところではありますね。はい、というわけでいろんなところでね豪華な仕様になっているこの DM 衣装なんですけれど、さらにね、またしてもおすすめのポイントがありまして、まあ、皆さんお気づきの方ねいらっしゃるかと思うんですけれど、なんと今回の衣装ねメガネ仕様というところで、丸メガネをねつけているわけなんですよね。はい、まあもちろん今までの衣装にもメガネをかけたジョゼフの衣装っていうのはあったんですけれど、まあ、今回はねこの DM 仕様のお顔でしかもプラス丸メガネというところで、これが本当にねもう似合っててめちゃくちゃかっこいいんですよ。もう本当に顔がいいと、まあ2021年度丸メガネが似合いすぎる男選手権不動の1位と言っても過言ではないこの DM 衣装のね丸メガネ仕様なんですけれど、いや本当にね破壊力がありますよね。もう美の暴力、いやマジで顔がいいんで、こんなにも顔のいい男がもう丸メガネをかけて、いやもうさすがにねちょっとどうなってしまうのかといったところではあるんですけれど、まあ本当にね顔がいいんで、ぜひとも皆さんはねちょっとゆっくりこのジョゼフの顔を見てほしいなと、思っているわけでありまして、はい、本当にねかっこいいんですよね。もうなぜゆえこれほどまでに顔がいいのか、その謎を解明するべく調査隊がアマゾンの奥地に足を踏み入れなければならないのではないかというところにまで来ているんですけれど、なんとねこの衣装を、まあ、実は携帯品もね、オリジナルの仕様のものがありまして、まあ、DM 専用のね、携帯品慈悲という UR の携帯品があるんですけれど、そちらをつけると、まあ、椅子に座らせた時のエフェクトがね確か豪華な椅子に変わるっていうのがあるんですが、まあ、今回はね携帯品致命的な招待状という以前からある携帯品で戦っているんで、ちょっとそちらの方はねお見せできてないんですが、まあ、そういう携帯品もねついているというところで、まあ、そっちの方は後日動画でねお見せできればなと、思っております。はい、というわけでね、こちらの DM 衣装、まあ本当におすすめで超かっこよくて豪華な衣装になっているんで、まあぜひね、手に入れた皆さんは、カスタムとか、まあ、ランク戦とかで使っていっぱい鑑賞してあげてね、ジョゼフ使ってあげてください。はい、でこれは今一体何をしてるんですか。確か動画は2試合用意したはずなんですけど、これ多分2試合目もう突入してますね。なんか1本丸々、まあ、一切試合の内容は見てなかった、ジョゼフの顔しか見てなかったんですけれど、まあなんか試合終わってたっぽいんで多分これ2試合目ですね。あ、はい、まあ現在バッツマンが椅子に座らされていて、まあ囚人を追っているというところで、なんかかなり全体負荷も進んでて、まあいい感じですね。まあ救助来れないんでこれは、まあとりあえずキャンプして、まあ、顔でも眺めながら、まあ、待っとくというところですかね。はい、で裏の、球場待機も警戒して、まあも誰も来ていないというところで、はい、まあこれはちょっとキャンプしながら、まあ、バッツマンを確実に飛ばしきるっていう動きですかね。まあ暗号機の台数的にも3台というところで、まだ余裕がねあるんで、はい、そして瞬間移動もあるんで、まあ、ここからの動きどうするかですが、まあ、囚人が指名手配で見えてるんで、まあ、そっちに向かう感じはあるかな、おそらく。はい、そうですね、墓場の方にいる囚人の方に行って、でここは、板越えに合わせて、裏向きカートで瞬間から鬼没に変えて、まあ、電気でね防がれることがないんで、板の操作中なんでしっかりと鬼没でダウンを取って釣っていくと。はい、まあちょっと、試合の方もね、見ていきましょう。まあ、さっきまでマジで、衣装の話しかしてなかったんで、まあでもちょっとねこの衣装本当にマジでかっこいいんで、
こうやっぱキャンプ中とかにもね、見ちゃいますよね、こうやって。うん、どうしても。うん、すごいもう、この顔を意識したカメラワークになってるもんな、もう、この時の僕が。はい。いや、本当にかっこいいですよね、この衣装。いや、正直、マジで、ぶっ刺さりましたね、僕には。この衣装を手に入れた時の、まあ、初の配信のね、日があったんですけれど、まあ、初めてこの衣装を使った日の配信が、もう本当にね、もう僕のテンションがもうぶち上がってて、まあ、とんでもないことになってたんで、まあもうぜひね、そっちの方も、まあ興味ある方見てほしいなと思うんですけれど。はい、まあ本当にね、まあめちゃくちゃ笑顔になってしまいましたね。もう軽率に限界オタクになってしまう、まあレレヤと YouTube というところでした。まあでも仕方ないよな、ちょっと。これに関してはもう本当にかっこよすぎるので、まあやっぱね、どうしても、まあ人っていうのは尊いものに出会った時に、まあ尊みの涙が溢れ、まあその涙はいずれ川となり海となり生命を育むという言葉があるぐらいですから、まあ僕もね、ちょっともう、涙しながらね、このジョゼフの衣装をね、拝み倒しましたね。はい。そしてまあ、画家を写真の効果で寝かせて、で、心理学者と、まあ、チェイスに入ると。まあもうこうなったらそうですね、起死回生吐かせてっていう動きで、今画家が起死回を吐いて起きたんで、あとはこの心理学者を、まあ、追いかけて、捕まえてっていう流れで、ここでねダウン取ることができたんで、これでまあ写真撮って、次は画家の胸像寝かせてっていう感じでね全釣りを狙いに行くという流れですね。はい、というわけで、ちょっとまあ多分半分ぐらいは衣装の話をしてたんですけれど、はい、本当にねこの衣装マジでおすすめなんで、ぜひ皆さん使ってあげてください。はい、それでは、皆さん最後までご視聴くださってありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。失礼します。